海賊ラジオ、レッズ力船はい、大野聖太郎です。聖太郎の海賊ラジオ、オンユーチューブ、レッズ力船特別出港です。ウラレズは、今週末、ACL の決勝の第一戦、サウジアラビア、敵地に向かって旅立ちました。で、昨日のリーグ戦の第九節は、敵地、川崎フロンターレとの一戦。 ときに乗り込んで、結果は1対1のドローだったんですが、大変に ACL ファイナルに向けて、私は手応えを感じた試合だったのではないだろうかと思います。ともかく今、川崎フロンターレは、今シーズン出遅れて、現在15位かな、こんなポジションにいるクラブチームではありません。J リーーグののの中でも最強の部類に入る川川崎崎フロンターレその川崎と 敵地で戦い、なおかつ、今アジアで最強であると言われているサウジのアルヒラルと戦うという今週一週間は、町へ新体制に変わったウラレズにとっては、とても重要な一週間だろうと思って、この第九節の川崎戦を私は見ました。で、先ほど申し上げましたように、結果は1対1のドローだったんですけれども、 ま、この引き分けという結果をどう思うかは、それぞれサボタの皆さんの感じるところだろうと思います。試合前、マチエ・スコルジャ監督は、ロッカールームの雰囲気はとても良いと、そう語っておりました。これが、今感じる裏レッズの、マチエの真実の言葉だろうと思います。さあ、それでは、 まず先発メンバーをご覧いただいて、試合の方をざっくりと振り返っていきたいと思います。こちらです。多分、このメンバーが今、町への考えている現時点でのベストメンバーではないかなと思います。で、補正カンテが札幌戦で一発退場ということで、この試合出られません。ブライアン・リンセンが控えに入りました。この人選が、 この試合、最後の最後に大きく効いてくるんですよ。そして、サブはこちらです。このサブのメンバーが終盤躍動するんですよ。ともかく、届きは超満員で、試合前から両チームのサボーターの声がまさに届き渡るという、とても雰囲気のいい中で帰国の笛が なりました。前半です。立ち上がり、中盤の攻防からフロンターレが攻め込む場面もありましたが、このところの裏レッズを見ていると、少し相手にボールを持たせるような局面から、縦一本のパスでチャンスを作ることが、選手の間で共有されているのがよーくわかります。ですから、 心配はありませんでした。実際に何度かチャンス作りましたよね。15分、相手陣内、高いラインでボールを組み立てて、左の関根に斜めのパスが通って、ペナルティエリアに切り込んだ関根が、思い切って中央にいたコールキ心三さんにマイナスのパスを出したあの場面。フロンターレのディフェンダー、 ただ一人も心臓さんをケアすることができないぐらいの早い展開でした。今季の街への別サッカーの一つの形だったんではないかなと思います。ゴールなりませんでしたがね。もう一つはね、44分。小泉義雄から右サイドハーフにいた大久保にロングパスが出て、大久保が収めた瞬間、同じ右サイドで組む秋元が 追い越して、パスをもらって、相手ディフェンダーを振り切って、中央で待っている新造さんにパスを出した。シュート相手のディフェンダーに当たってゴールはなりませんでしたけれども、これも、町へ体制になって、今季の売られ列の殿下の宝刀と言っても過言ではない。秋元が、坂井博樹の代役を、見事に、 果たした象徴的な場面だったのではないかと思います。まあ、後半はサッカーを見ていると、昔から言われていることが、こういう形で起こるんだなと思ったケースが、二つ、それはいずれも得点に結びついた局面です。シーンの一つ、47分です。 川崎の右の陣内での川崎ボールのスローインです。そのボールを簡単に右サイドの家長に蹴り出しました。それ家長が受けてドリブルして、で、家長はこの辺りが間の取り方がうまいんですけれども、川崎の陣内から縦のボールが来たもんですから、まだ 味方が上がってきていない。家永は味方の上がりを待つようにボールを持って追いかけるマリウスの守備とうまい具合に感覚を取ってかわしてボールを出して先生のゴールと。あっという間、え、嘘だろうっていう点の取られ方です。ともかく川崎の シンプルなロングパスに対応するのが、ウラレズは遅れたわけです。マリウスも、イエナが追いかける展開になりましたんで、ゴール前の守備も、ショルツも、アツキも遅れて入ってきたんで、間に合いませんでした。だから、キックオフの笛が鳴った瞬間、まあ今回は後半の笛が鳴った後に起こってしまったんですけれども、これはあの町家が言う、 共通言語が足りなかったのかどうか、そこまでのことではないかもしれませんけれども、どこか気がふわっと抜けていたのか、コミュニケーションの不足だったのかっていう、えともかくあの笛が鳴った後っていうのは、意外に収集力を失ってしまうというケースだったのではないかと思います。で、もう一つ、ケース2というのは、選手交代のタイミングです。選手交代が流れを変える。 73分から町へは八継林に動くんですがね、まずは大久保から林泉に変わって、新蔵さんとブライアン林泉の2トップになりましたよね。すぐさま今度は80分に、新蔵から安井に、岩尾から柴戸に、関根から早川に、3枚替いですよ。そうしましたら、直後の81分です。 左サイドハーフに入ったばかりの早川淳平が粘りに粘って進出してきた鬼、鬼原にその鬼原から中央の臨戦にボールが渡って臨戦が同点ゴールを決めて1対185分には小泉からフレッシュな大畑歩を起用した町への選手交代のタイミングがズバリ当たったケースだろうと思います さあ、そのあたりを含めて、試合後のマチエ・スコルジャ監督の会見の言葉、試合後彼が何を語ったのか、レズブレスの協力でお伝えしてまいります。まず、全体の総括です。非常に難しい相手との難しい試合でした。狙いは、勝って勝ち点3を打ることでした。今日、勝利を収めることによって、自信を持って ACN に行くとともに、首位へさらに近づくことを目指しました。 前半はじれずに、しっかりとボールをキープしながらプレーすることができたのが良かったと思います。前半はゲームをコントロールする時間が長かったと思います。後半に入ってからは、ファイナルサードに入ってからさらにスピードアップして、相手の背後のスペースを使うことを狙いました。しかし、悪い形から後半の立ち上がりに失点してしまいました。その後ゲームのリズム、作ることができずに、数分間無駄にしてしまった時間があったと思います。 少しナーバスになってしまい、決定機を作ることはできませんでした。今日はベンチの選手たちが力になってくれました。それは嬉しい点です。ブライアン・リンセンの重要なゴールの後も全員で攻撃的に行って、さらに決定機を作り続けたんですが、今日の得点は1点に終わってしまいました。今日のチーム、スピリット、メンタルのレベルは非常に高いものがあったと思います。そこに満足しています。 流れを変えようとする、あるいは逆転しようとするためには非常に大きなエネルギーが必要です。そして選手たちはその姿を見せてくれたと思いますので、讃えたいと思います。というマチェ・エスコルジャ監督全体の総括です。そして、記者からの質問にこう答えます。 悪い形からの失点ということですが、なぜあのようなことがあの時間帯に起こってしまったと考えていますかすると町へは、後半はよりハイプレスをかけていこうとしましたが、あの場面は我々のいい攻撃、セキレのクロスの後でした。まだ映像で確認していないのですが、私の印象では、 相手に与えたスペースが大きかったのではないかなと感じています。そして今日、マリウスがチャレンジのところで相手に負けてしまいましたが、そういう状況があったとしても、ペナルティエリア内にいる選手をコントロールしなければいけないという話はしました。この街への質疑応答の この部分、記憶しといてください。後で、マリウス・ホイブラーテンが非常にわかりやすく、その場面については、記者の質問に答えてますんで、これ覚えておいてください。さあ、コールキー・シンゾウ選手です。前半、自分にもチャンスがあったんで、決められれば、より優位な試合になりました。このスタジアムではいつも苦戦しているんで、 いい試合はできたと思っております。で、記者が相手選手に蹴られたシーンがありましたけれどもって聞くと、あどうでしたか映像をまだ見ていないんだけれども、自分としては難しいところですが、相手が蹴ろうとしたところに自分の足が先に入ったとも見えるし、そうなると自分のファールにもなるしまた PK にもなるし、 審判で変わってしまうのかなと。蹴られていることは蹴られているので、PK になってもおかしくなかったと思いますと。こういうふうに、冷静にコロギ心臓は語っております。これ、後ほどサポーターがこの試合見た感想のお便りを寄せてくれているんでご紹介しようと思いますが、何人かのサポーターの方がこの部分について、 厳しい指摘をしておりますんで。ただ、心臓さんは、試合後こういうふうに冷静に記者には答えております。それでは、同点ゴールを決めたブライアン・リンセン。何を語ったか。一点のビハインドの中、二点が必要な状況でピッチに入りました。心臓とツートップで入り、その後、心臓がベンチに沈いた後に、パワーをかけて一点をもぎ取ることができましたが、 勝利には足りませんでした。フェイアノールドにいた時の試合でも、あの、ような、同じようなゴールを決めたことがあるんで、その感触は残っていました。リーグ戦での初ゴールとなりましたが、と聞かれたらもっとチャンスが必要です。今回のチャンスを点につなげられてよかった。と、ブライアン・リンセンが、ドデンゴールについて、記者との一問一答、 こう答えております。さあ、お待ちどうさまでしたマリウス・ホイブラーテンのあの失点の場面、彼はどういうふうに説明したのかですよ。まず失点について聞かれて、自分とショルツの行き違いがありました。ショルツはラインを下げたかったんですが、自分は上げたかったんです。 その中で、家永選手に右足でクロスを上げられてしまいました。スペースを与えすぎてしまいました。相手にはイージーな得点だったと思います。今まで J 最強のセンターバックと歌われたマリウスとシュルツの間にも 瞬間的にこういった行き違いがあるというのがサッカーなんでしょうね。どっちが悪いというわけじゃないんですよ。それ以上に私は、ちょっとした家長ファンなんですがね、彼がボールを持った時の間の取り方。これが普通の選手だったら多分、マリウスとシュルツは止められたんじゃないですかね。家長だから、あの、なんとも言えない彼独特の間に、やられてしまったんではないかなと思います。 これはマリウス・オフィブラーテンも家長について行かれたらこういうふうに言ってますね。経験のある素晴らしい選手です。デュエルでは裏をかかれた印象です。次は同じ仕事はさせませんよ。リーグ戦、最下のホームでの、多分家長は同じポジションだからマリウスと対決する場面が出てくると思うんで、これ楽しみに待、ま、とうじゃありませんか。 マリスは歯ぎしりしてるんだろうと思います。さあ、それではサポーターはこの試合をどう見たかです。まず赤いサンタクロースからいきます。本当は勝って ACL 決勝に弾みをつけてもらいたかったんですが、これもサッカーですね。リンセン選手の同点ゴール、連携お見事でした。リンセン選手も調子を上げてきた感じで、チームコンディションもいい状態で、サウジアラビアに乗り込めましたね。最後に、川崎フロンターレ、 からの電光掲示板などの粋な計らいに感謝いたします。ありがとうございました。試合が終わった後に、売られずに、掴み取れ、ACL。頑張れ、売られずと。ホーム、轟の電光掲示板で、売られずに対して応援のメッセージを川崎フロンターレが掲示してくれました。まあ、一夜明けた今。 ありがとうございましたこういった J リーグの同じ船に乗ってライバルなんだけれども向かっている先は同じということを考えるといつか浦和レッズからも川崎フロンターレにそういう思いを込めて何かお返しをしたいなと思いますね。赤井サンタクロースです マチュエス・コルジャー監督が常に口にされている相手をリスペクトを体現しつつ全力で戦う姿勢を見せてもらいたい。そして私たちもそうでありたい。アジアを使いましょうと赤いサンタクロースです。小金のタワーナンバーです。新蔵さんが足を蹴られたのにもかかわらず、主審は PK の宣言をせずに試合を続行させたのには大いに疑問でした。 試合後、川崎フロンターレがオーロラビジョンに掴み取れ ACL、頑張れ、売られずと掲示してくれましたが、感謝でやります。アルヒラレ戦、必ず勝ちましょう。バブ1号。コーロキ選手がペナルティーエリア内で相手に蹴られ倒されたのに PK の判定にならなかったのは、さすがに納得できない。一歩間違えれば、 大怪我になる可能性もあったラフプレー審判団は常に試合中選手を守らないといけない。とにかく、コールキ選手に怪我がなくて本当に良かった。バブ1号です。あれ、繰り返しテレビでも映像で流れましたんでね。私はあの、新蔵さんが冷静に語った言葉が 正しいと思いますよ。あれは、PK の笛を吹いても、何ら問題なかったと思うし。で、昔と違って今、VAR、まあ、ビデオでチェックできるわけですから。あの場面は、まあ、審判の判断だから、今更、蒸し返しても仕方がないんですけれども、バブ1号は言うように、大怪我につながるようなプレイに対しては、映像で見れば、わかるわけですから。 そこは一つの基準を作って、しっかりと審判の中で、興味してもらいたいと思いますね。さて、バブ1号、話が変わります。土地出場の早川選手が起点となって、荻原選手から林選手6号の流れはとても良かった。早川選手はどの試合も頑張っているし、ACL 決勝の切り砕いなるかもしれない。さあ、いよいよ、今年最大目標である、三度目のアジア制覇へ向けての大一番、本当に大切な ACL 決勝です。 アルヒラルの強さは十分に理解しています。みんなで心を一つにして応援しましょう。そして勝ってみんなで喜び合いましょう。必ず三度目のアジア王者へ忘れ物を取り返そう。とバブ一号です。ジョンです。ACL 決勝前ラストの非常に大事な川崎戦。まずは怪我人が出なくて本当に良かった。そしてみんなで勝ちに行こうとしているのはとても良かった。 リンセン選手、リグ戦の初ゴールおめでとう。ここから自信を持って頑張ってもらいたい。早川淳平君、いいですね。ガッツがあって、仕掛ける姿勢が素晴らしい。ますます期待が膨らむ ACN のベンチです。安井選手と早川君は、途中から出てくるジョーカーとして、相手はかなり嫌だと思います。あの、後から出てくる選手が、 ゲームの流れを変えられるというのは、とてもそのチームの大きな武器だろうと思うんですよ。それが、安井海と早川淳平、まあその他ベンチに控える選手、誰もがその可能性を持ってくるとなると、これは ACL ばかりではなくて ACL 以降も、売られずはとても楽しみなチームになってきますよね。 さて、ジョンは、船長が話されていた通り、ターンオーバーやりながらの無敗続きは本当に素晴らしい。さあ、アジアを取りに行きましょう。スケロクです。川崎戦参戦しました。勝ちたかったけれど、負けなかった。これで3月4月負けなしで、ACL 決勝を迎えることができて最高の雰囲気で突入です。それにしても、早川淳平君はすごい。町江監督の采配もズバリだけれども、彼の突破力や推進力に惚れました。 体が小さいので、かえって武器になっているのか、スピードと思い切りの良さがキラキラ光ります。けがりは気をつけようね。第2戦5月6日、満員の最下に、ウィアーレッズコールが響き、最後はクイーンのウィアーザーチャンピオンが流れるのが、今から楽しみです。行きますマケレレケータ、オギ・アキモト、二人のプレーは気持ちがいいです。そして17歳のハ川カワ選手を、 ルバンカップだけではなくて、リーグ戦でも使うなんて、列で見たことがなかったんで、嬉しいし、これからが楽しみしかありません。さあ、どんどん行くか。おぼろそぼろ。公式戦11試合を終えて、リーグ戦7試合負けなし、勝つに越したことはありませんが、決して悪い状態ではなく、いいモチベーションで a c l 決勝を迎えます。それにしても、早川君がは出てくるとワクワクしますね。 下のカテゴリーからいい選手が出てきました。そしてカップ戦での活躍から、リーグ戦でも起用する町江監督、素晴らしいですよ。ACL 決勝に帯同することになれば面白い。さあ、ACL 決勝、今は不安より期待しかありません。今から2ヶ月前、誰がこんな気持ちで、 ACN のファイナルを迎えることになると想像しましたが、こんなに劇的にチームって変わるんですね。これに私はびっくりしてますよ。やっぱり私は監督だと思うな。選手の頑張りもさることながらやっぱり監督だと思いますよ。選手をそちらに導くマネージメント。これが マチェ・スコルジャと契約した後に教科部の一人から聞いた言葉。彼のチームマネージメントは素晴らしい。これなんですね。さあ、あとは結果出してもらいましょうか。ニーザの赤い水星。負けなくてよかった。しかし、あと一歩の決め手を書き、とどめをさせずという一戦でしたね。公案が始まって、すぐの失点以外はしっかり守れていましたが。 川崎の守りに終始、攻めあぐれ終了。攻撃にもう一工夫欲しいと思いましたが、終了間際の早川のワンツー抜け出しのシュート、素晴らしかったと思います。本当だったね。週末の A シル決勝の切り札として期待します。鶴ヶ島の竹内健一さんからは、今この動画をご覧のレッズサポーターへの呼びかけも、 含めてのお便り。少しずつ、少しずつ良くなっていると思います。選手全員を使いながら、しかも埼玉で生まれ育った子供たちがピッチに立っています。これでアジアを取り、J も取れることができれば、クラブへの不信感は解消されます。そして、皆さん。 早川淳平のことは、早川ではなく、淳平と声援を送りませんかアジア制覇、全力で戦いましょう。久しぶりに、竹内健一さんのモチベーションがぐっと上がってきたお便り、受け止めました。この動画をご覧の皆さん、早川淳平のことを 竹内さんが淳平とみんなで呼ぼう。この呼びかけ、受け止めてください。レバンが笑う。早川選長は良かったのと、林先生選手の決して簡単ではないゴール。この二つは大収穫だったと思います。ただ、後ろ手のパス回しが多くて、前に出そうとするパスを引っ掛けて、ピンチを招く場面も多かったように思いました。勝っても負けてもおかしくない試合でした。さあ、 次はアウェイの ACL 決勝。絶対に勝ち点を持ち帰ってきてください。頑張れ裏はとレバンがらむからです。アッパー10人です。ながら調子が上がらないとはいえ、川崎は川崎、難しい相手であることは間違いありません。なのでアウェイでのこの勝ち点値はポジティブに捉えております。ようやくストライカーの変に見せた林選躍動感溢れるプレーで同点ゴールを導いた早川。 もうミニサイドワークが本職ではないのかと思わせる秋元。素晴らしかったです。これで公式戦11試合負けなし。私は去年の最終節が終わった後、a c の決勝を迎えることを残酷と言いました。言ったね。この動画でね。もちろん決勝の日程変更の恩恵を受けたこともありますが、ここまでチーム力を上げてサボーターがポジティブマインドで 決勝に望める状態まで私たちを持ってきてくれたスコルチャには感謝しかありません。さあ、いよいよ ACN の決勝です。相手はとても強いアルヒラル。完全アウェイの厳しい試合ですが、選手には真っ赤に燃えた埼玉スタジアムは待っているという気持ちを持って戦ってきてもらいたい。もちろん、決勝第2戦参戦します。さあ、それでは ACN に向けての 監督と選手のコメントをまとめます。この ACN の決勝は、売られずでの初日から意識していました。沖縄キャンプが始まった頃から、そこに向けて全員でハードワークしてきました。非常に難しいゲーム。このチャレンジに向けて準備し続けてまいりました。そしてチームはこのタイトルに向けて、しっかりと戦うことができると信じております。 ファンやサポーターの方々はいかなる状況でもホームでもアウェーでも必ずチームにとってプラスになる応援をしてくださるんで素晴らしいと思います試合が終わってからも ACL 決勝に向けて応援していただいたことにはチーム全体で感謝しておりますそう語って町家はサウジに飛び立ちました帰ってきて最下の 5万を超える大観衆の中で戦うあの美しさを超えた埼玉スタジアムにマシにぜひとも立っていただきたい。コールキ晋三選手。ACL 決勝というのは J リーグとは別物です。2017、2019と経験しているんで、アウェイは ハーフコートのゲームになりそうですが、そうした展開になると思って試合に臨みます。もう覚悟決めてます。心臓さんは。そしてこう言ってます。そういう中でも、一本、二本、チャンスがあると思うんで、そこで決めて第二戦につなげたい。勝って帰ってくるのがいいですが、そう簡単ではありません。 0対0だったり、引き分けでも勝利に値する価値があります。マリウス・ホイブラーテン選手、エシェル決勝について、本当に楽しみな試合です。自分にもクラブにも素晴らしい経験になります。試合までしっかりと準備をします。壮大なものが待っていると感じています。 ワクワクして、マリウスは、騎乗の人となりました。小泉義夫選手です。衛生の決勝について、ひろひくんが、坂ひろき選手ね、ひろひくんがロッカールームで、何気ない話をしていて、それ聞きながら、そうだな、と思ったことがあるんです。それは、 準優勝では何も残らない。優勝して意味があるということです。どんな意味があるかわからないんだけれども、僕も準優勝では何も残らないと思います。優勝をすることだけしか考えておりません。選手の戦うスピリットは今最高潮に達していると思います。 次の試合は ACL ファイナル。試合後すぐに空港に向かいました。スタジアムの外、たくさんのサポーターが待機して、川崎フロンターレのクラブの協力をいただきながら、旗を大きく振って声を出して、町へや選手を乗せたバス、見送りました。敵地サウジアラビアに乗り込みました。アルヒラルは強敵です。 しかし、私たちは、アルヒラリに、仮があります。手も足も出なかったあの悔しい思い。その仮を、今回、町への体制の中で、倍にして、返します。第一戦、現地時間4月29日、土曜、夜8時半。 日本時間、日付は変わりまして、30日日曜、午前2時半、帰国です。まずは0対0でも、1対1でもいいです。勝ち点1を持ち帰って、5月6日、超ワイン、真っ赤に、膨れ上がってこぼれるような、埼玉スタジアムの、 第2戦に臨もうではありませんか。それでは、今回は、世界と戦った男、ラモスさんに一言声かけていただきましょうか。全力でぶつかっていますね。もちろん、全力でぶつかっていきますよ。いや、全力以上のものを出すんじゃないですかね。 今のチームの空気を見ていると。 チャンネル登録よろしくね